はい、どうもファンネルです。ドラゴンクエスト11、続きをやっていきます。ということで、ツタを登って頂上に行きますよということで、じゃあ行ってまいります。早いな、ツタ登るのは。そしてエマさんはワープ。まあこれはね、まあいろいろ事情ありますからね。なかなかですね、これ。もうエマさんいないですね。スターがあって、この先神の岩の頂上。早いな。確認。まあ一本道ですね。一本道大丈夫か。よし。到着。何が見えるかを報告しろって言われてますからね。でっかいですね。落ちてる。なんてこったい。間に合った。そんな重いの？ダメだよそんな顔しちゃう。光ってる、旗が。なんかライデイン的な。そんなわけないじゃないかみたいな。手光ってるよ。戻りましたね。さあ祈りを。ロトゼタシア、やっぱロトのあれなんですね。霧が晴れました。絶景かなですね。戻りますっていう感じですね。何もないのかな。まあ多分スクショ撮る人多いんじゃないですか。ここよかったです。自動で麓まで行けるんですね。でこれ多分あれなんですね。マップ見るとこう朝とか昼とか夜の概念があるんですね。昼というか夕方なのか。まあそんなことなんで夕方ですみたいな。行ってきましたよ。
両親からね。村長どこだ村長。村長、あ、なんか誰かいる。見たことね。あ、見たか。子供たち。よくやったな。お帰りなさい。お帰り、お帰り。めっちゃ喋ってる。大丈夫でしたよ。怪我しないですよ。多分。なんと。おお、そういうこと。この世界ロトゼタシアがいかに広大かを石の村しか知らぬと。はい、伝えてきます。みんな太ましいな。びっくりマークの豆知識ですね。これが村。成人の仲間入り。石の村。ありがとう。家を教えてくれてるんだね。まあマップ見りゃわかるんですけどね。とりあえず自宅行きますか。みんなを無視して。これは手前右に行った方が良かったですね。ちなみにこれなんかオートラン機能みたいなのがあるんで。うそん、これ落ちちゃいけんの。じゃあ家に向かいますよ。てかエマも家に行くんですか。ここですか。ここですね。すごいのよっと。これ手のあざのこと言うんだな。言わなきゃいけない。話さなきゃならないと。手紙だ、あの時のきっと。あ、違う。言っていいのかな。飛行石っぽい。勇者の生まれ変わり。あ、 BGM が止まった。勇者。デルカダールに向かわせてほしいと。そうか、急に。よし、旅に出る日が来たようだと。自分は勇者の生まれ変わりである。突然打ち明けられた事実にマクフライは不安と期待の中でと、眠れぬ夜を過ごすこととなったと。
例の宿屋の音みたいなの出ないですね。ちょっと、あれですかね。まあ、後でいいか。BGM の音ちょっと下げたいかなと思ったんですけど。これ夜です。夜？夜だ。なんだ、これ肉か。黄昏れてんな。夜風に当たりに行くと、幼なじみがいるパターン。読めてますよ。上に行けんのかな。いい登り方だ。意外と高えな。割るの？覗くだけにしてね。割るなよ。よし。壺はぜひとも割らないでいてほしい。じゃあ外出ますよ。すごい。外出ても、まあ、ロードは挟まないですね。自動ドア。あのピンクいとこ行きゃいいのかな。ニワトリだ。ジャンプで入れたりしないですね。なに。何にもなさそうですね。あんま家探ししてもしょうがないんで、じゃあ進んでいきますよ。エマがいるのかな。エマっぽいですね、あれ。わっというところで、そういうことね。昔から変わってないと。何のアクション？何の星？そしてその後勇者は星になって、幸運の星かな？どうした？そんな根性の別れじゃないんですよ。この音ですよ。この音待ってましたよ。え、まだそこに立ってたの？急に FPS 視点に。着替えてたん。決まってますね。村で一番勇敢だったおじいちゃんの孫。ありがとう。旅立ちの時、すみません、噛みました。 はい、こんな感じで家探ししちゃいましょう。で、道具屋行って道具買ってきますか。その前に挨拶かな。川を渡った先に道具屋があるじゃろうと。北の入り口。ああ、そうですね。紫の表示はクエスト。なんかなくしたのか、こいつ。
風切りの羽をうっかり放り投げた。納屋の屋根に。何時みんなに優しくせよと。こういうお使いクエストあるんですね。まあ、基本的に動画ではあれですかね、そういうのはまあ個人というか動画外でやって、動画ではまあとてもクリアを目指しての行動をとっていきますね。納屋の上に宝箱、よいしょ。はい、クエストクリアですか。おお、ありがてえ。夢見の花だが頼みを聞いたからといって急いでやる必要はないぞと。はい、おお、音よ。まだいいんじゃねえか。これは違うか。道具屋に行ってきます。初めてのお使い。ここだな。買いに来た。バンダナつけるか。金ならある。石の体験とかになってる。はい、毒消しとは買っといた方がいいでしょう。行ったらいいかな。こんなところかな。駆け出しコレクター、ちょっと道具袋とかあるんですね。毒消しそうはじゃあ道具袋に1個ぐらいは開けといた方がいいですもんね。死の体験、私あれですね、体験の方が好きなんで体験しちゃいますか。あ、でもこれ両手持ちか。いや、ダメだ。勇者は盾と剣って決まってんだ。ということで石の体験は道具袋に。装備袋か。よし、じゃあ行きますか。エマ注意と話さなくていいのかな。まあ、多分上に行けばエマ追っかけてくるんじゃないかなと思うんですけど、てか大体エマの家どこだよ。ここは教会ですね、きっと。お祈りをする、お告げを聞く、生き返らせる、毒の治療の呪いを解く、縛りプレイの解除、復活の呪文と。お祈りすると、ああ、まあオートセーブもあるんでね。おっと、これオートセーブで切り抜いてましたけども、そのままこの動画、実況動画のシャープにも撮ってましたけども、これここでちゃんとセーブシュートも良かったですね。お、時間的にこれちょうどいいんで、シャープに大きなちょっと動きなかったんですけども、この辺にしときますかね。はい、冒険に出るよっていうところで、じゃあシャープにこの辺にしておきますので、はい、では次回またこの村出るとこからやっていきます。ちょっとテンポ悪くて申し訳ないですけども、はい、ではご視聴ありがとうございました。